北海道大港鉄道 A4000 型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道員に在籍したタンク式蒸気機関車である。元は、北海道大港鉄道が1901年2月に、アメリカの HK ポーター社から2両を輸入したもので、ある。車軸配置0から8から0で2気筒単式の、飽和式タンク機関車である。関節鉄道席となった。 期間1 6 7 m m の蒸気機関車でこの車軸配置のものは他に九州鉄道がボールドウィンから購入した3両があるのみである。同軸は4軸であるがあまり大きくない小型タンク機関車で室蘭でもっぱら入れ替え用に使用された。曲線の通過を容易にするため第2、第3道輪はフランジレスとしている。北海道炭鉱鉄道では大型後に 若たちと称した。番号については、当初、68、69とする計画であったが、輸入した際の仮番号が A、B であったもののうち、B を当時、北海道関接鉄道への譲渡により、欠番となっていた7の二代目とし A はそのままにしたため生じた現象である。北海道炭鉱鉄道は、1906年に制定された、 鉄道国有法により買収され、1909年には鉄道院の車両称号規定制定により4線型となった。1919年9月には2両とも除籍され、カラフト町鉄道に移籍した。そこでは、鉄道院時代の形式番号のまま西海岸線で使用されたが、1929年4月に廃車解体された。各社の変遷については次の通りである。 ありがとうございます。